こんばんはー、めっちゃすっぴん。<laughs> 発色がないんやけど。こんばんは。発色ないから待ってね。もう顔に何もない今。お久しぶりです。前ね、全然できてなくて。こんなに。仕事がお。おすんとは思ってなくて。こんにちは。 今日はね、レッスンしてたから、ぼさぼさになって。メイクもね <laughs>、来てない声ね。ありがとう。そう、2日間ね、できなくてごめんね。久しぶりだね。うん。継続チケット、たまってた <laughs>。たまってたから使いたいんやけど、よかった、ほんとに。あ お菓子パックそう届いておやつパック届いてるんだよね、えー、お疲れさー寝りか私お仕事お疲れさまほにねあの今までのお仕事人生の中で一番忙しい今が <laughs> お仕事人生っていうかまだそんなアイドル歴長くないんですけどもう素晴らしい。 なんかもう,もうねびっくりしたで <laughs>、でもね移動がねあれってこと感じだったなんかすごいよびっくりした <laughs> いやでも1個のやつが長いだけであの何個も仕事があるっていうよりは1個のやつが長いだけだよ <laughs> やばかったよもう毎日3時間とか5時間とかしか寝れてなかったやばかったというか明日もあるんですけれども <laughs> う,んうんうん今日はたくさんねなんかね寝ようって思ってたんだけど なんか明日の予定を見たときにあこれは覚えないとやばいやつだっていうのが覚えっていうかお思い覚え直,覚え直さないとやばいやつだみたいなやつがあって何個かなんかちょっと見て明日早く起きるか今日ちょっと起きてやるかって感じ <laughs> もううん 疲れちゃったでも話せたのはめっちゃ嬉しい今日朝の朝今日の朝ごはん美味しいで美味しそうでしょ美味しかったよ今日は始発で帰ってレッスンに行ってきましたあのね振りで1個2つレッスンがあって1個,個のやつは踊ったことあるやつでもう1個のやつは踊ったことないやつをやったんですけど 踊ったことないやつがすごい難しくてびっくりするぐらい難しくて <laughs> もうついていくのに必死で何かもうああばわばわーって感じだったずっとなんかもう顔が笑顔がなかった私の顔面に <laughs> ずっとって感じの顔をしてました振りがそうそう振りがずっとなんか 焦っ,てるっ,て感じだったちょっともう汗汗って感じで、ね、かしかもなんか今日に今日難しかったから本当に真顔だったそう <laughs> もうってあニャニャってなってましたねそうそう んまたねそのなんか何をやったか仕事的今まで言えないからあれやけどまたなんかよその仕事の予告とかが出た時になんかみんな多分それが出た瞬間あだからあんなに辛そうだったのかっていうのが <laughs> 絶対わかると思う <laughs> もうその内容を見た瞬間に楽しかったんやけどその内容がね すごい体力が奪われるものだったんですようん <laughs> そう最近ずっとなんかでっかったフェス行って終電で帰って次の日レッスンしてまた移動するとかもう続いててずっとピエって筋肉痛 筋肉痛っていうよりね足がなんかねなんかジンジンする今も今なんかあの崩してる正座みたいな感じなんだけどなんかあのなんかジンジンする筋肉痛じゃないでも肩が筋肉痛もうここがめった痛くてめっちゃここがもう押したらビリってなるんですよもうここは筋肉痛足は筋肉痛じゃなくてなんかジンジンするし。 あと腰を痛めてる。<laughs> ダメだ。エル見てでも大変だだめ。シップしてない。めたく痛いよ。<laughs> 痛いよ。でも筋肉足筋肉痛じゃなくてまだ良かった。筋肉痛だったらもっとさ痛いじゃん。 マッサージしてあ,げたありがとうよかったでも今日話せてやっと帰れてみんなと話せて <laughs> 若,さ若さじゃ乗り切れないぐらい素晴らしいスケジュールだ <laughs> でもう本当に素晴らしいそうでもまあでもあのなんとか乗り越えた まだ明日とかもあるけどうんまあ乗り越えた <laughs> 寂しかったですごめんね私もこんなにねあのできなくなるとは思ってなかった筋肉痛でレッスンはやばいよねもーちゃんがそんなこと言うなんてやっぱ <laughs> まあそうかもしれない お話会めっちゃ楽しみ明日頑張れば明後日し明後日はみんなと話せるから楽しみにしてる明日さえ頑張ればもう乗り越えた <laughs> 明後日からやっと待ちに待った長かったよねお話し会さ全然なかったよね 再開の動画を見返してありがとう。日曜日初の話からお,お手柔らかに。もちろん。話しか緊張してる。えめっちゃ話したるのに緊張しとった。緊張しとった。忙しい中メールありたう全然いいよ。もう。逆にさ、もうこの2日間メールしか送れなかったからさ。もう、悲しかった。もっ喋りたいなぁと思いながら。初めて感謝 だけどりましたおっう嬉しいありがとう、ね、明日ドキドキ <laughs> そうだ <laughs> 待ってそうだ <laughs> めっちゃ忙しくてさ何もちょっと考えてなくてで今日の朝に「あ明日22日や」ってなってでレッスンしてる時もレッスンにもうおいついていくのに必死すぎて忘れてて今思い出した <laughs> そうだった明日十0月はビだった <laughs> いやもう本当にもう本当に、あとに朝めっちゃ思ったやんやあ明あ <laughs> ってなってでも,でも体調が良くなかったから疲労でその新幹線でご飯食べた後めっちゃ寝てたやんやもうずっと寝てたのそうそれでレッスン行って必死に踊ってたらそう飛んでた 大き大人っぽいカンプリそんなことないよ今すっぴに幼いよありがとう嬉しいうんこんばんはこんばんは明日明日見れるかな聞けるか それだけ一生懸命頑張いやもう頑張ってたっていうかついていくのに必死だった本当にあの難しく自分の苦手な感じなんだったのかな結構苦手で苦手な感じのタイプの踊りでなんか頭に入ってこないけどでも頭に入んないとやばいっていう感じでめっちゃ必死だった <laughs> 石だったまあ間違えたけどうんでも頭には入ったからよかった頭にはそのもんかさいつもさ頭では理解しとるのにさ体にすぐなんて言ったら入れ込めないというかパッてもう覚えてるし釣りないどういう動きかっていうの分かってるのに。 そうなんかわかんないの、ね、できないの体がだからとりあえず、まあ、ある程度は踊れたやんやけど間違えたところはまあ頭で覚えとって頭で脳内再生して体に染み付けようっていう大作戦そうそうでもさ頭に入ってすぐ踊れる人っているじゃないですかすごいなっていつも尊敬してる。 なんかパッと言われてパッと行動に移せない難しいどうしたらいいん将来さ、まあ、今も困ってるんですけどそれで将来さ会社とか入ったとしたらさな,なんか怒られそう自分 <laughs> できないタイプだからさ逆に覚えてたら絶対忘れないんじゃないありがとう。 リール早い人本当にすごやうんすごいいや本当になんか例えば事前に覚えてくれるものだったら覚えてくれるんだけどなんか例えばあの初めて踊る振り入れその例えば今回だったら「花は誰のもの?」とかを教えてもらった時とか。 その予習っていうものができない時ほ本当に焦ってる自分は MV 撮影そう MV 撮影の時に一番怖くて本当に楽しみだけど撮影ってでも覚えれなかったらどうしようっていうのが第一に来ちゃうんだよな <laughs> 日曜日に、ね、初めて見たな誰の動きが結構 ん結構動きがあって驚きましたそうさ焦るんだよねそう焦んなかったら覚えられる焦ったら覚えれないっていう性格焦るんだよな <laughs> 緊張しいだしもちゃんが会社員とか想像的に私もまだできない <laughs> まだできないまだできない今回「花は誰のものはドラマだったから振りはなかった」 初めててのことってそうパニックになるよねドヤ顔してたらね <laughs> いえでもね本番はちゃんといつも頑張ってますちゃんとそうその時はできなくてもその夜頑張ったりとかはするかな <laughs> 割と覚えるの早いんじゃないなんか家で一人で覚えると早いんだけどそうなんかかんて言ったらいいんだなパッパッパッパ,ッパッみたいな感じで なるときはあれなよね。うん。今月はしばらくそう。そうだね。今月は。うん。なんか素晴らしいです。<laughs> なんか。 でもなんか主に練習かなその5周年とかあと私「アットジャムに出演させていただくんですけどそれとかいろいろなものが重なってしまいましてその覚えるのがやばいって感じ。あにゃーってなっててなる けどここで焦っちゃったらできないからもう間に合わなくなっちゃうからとりあえず冷静に考えてコツコツへ <laughs> まあねもうやばいと思った時は夜とかやったりします頑張るちょっとね何こそうゴッチャになりそうっていうのが一番不安だな 今は自分の結構大変な時期今までの中でも <laughs> なんですけどでもなんかいろんなこと両立してできる人になりたいから頑張らなきゃーって思ってる振り入れ早いメンバー出てたけど音で覚えるらしいえそうなんやなんか自分はなんか覚えられないっていうよりは焦って覚えられないって感じなんだよね冷静にになったら覚えれるのに あー今やらなきゃやらなきゃってなると頭が何にも入んない <laughs> 小さなことからそうねコツコツやってそうそうあんまり無理にしないねうんなあ誰のものも人数で立ち位置とか変わったりあそうそうなんかあの6人バージョンはできた 携帯めっちゃ変になっとる充電じゃない違う携帯がめっちゃ固まってでショールームがなくなって急にホーム画面に弾き飛ばされてでショールームが開かんなって焦ってた熱暴走、ね、熱かもその携帯が携帯が重くなってましたごめんね変だったもうツイートしようか迷ってたさっき 携帯がさなんか携帯疲れてるみたい <laughs> 携帯今日変なんだよななんか私の携帯今日さ急にさ4本立ってるはずのさあの電波のやつがさ1個になって全然携帯が使えなくなったりさなんか今日ちょっとダメだ <laughs> いや充電はしてるんよちゃんと。 携帯疲れちゃったから私がアニメ見すぎて <laughs> コメント欄で楽し何言ってたの何言ってたのももちゃんおーちゃんどこ充電と見た通信エラー <laughs> 帰ってらっしゃい今なら夢大好きだよ見えてるよーあべちゃんあげるか <laughs> おーちゃん大事にさげるって可愛い,いみんな <laughs> みんな優しいことしか言ってくる <laughs> コメントをさかのぼったよキャッシュ溜まってるああありえるなんか重いやばいごめんねお待たせましたお待たせしました 私ね、あのね本当にあのー、こんなにあの自分の好きなものの話をしようとしてるんですけれどもあのー、この3日間はこの3日間はずっと守護キャラを見直して生き延びたんですよ。ホテル暮らしが苦手だからホテル暮らしっていうかあのお仕事の関係でどこかに3日間ぐらい泊まってて。 そう3日間家じゃないっていうのが辛い人なんですよ、まあ、みんなそうだと思うみんな家の方がいいじゃんかそうやってアニメでそう生き延びたんですよ <laughs> 本当に本当にでもなんか守護キャラ好き好きっていう割にはなんかあのあれなのうん自宅以外は苦手 全部、どこでも <laughs> 泊まるのはね <laughs> 友達んちとかでも楽しいけど10日間とか言われたら緊張やっぱなんか気使っちゃうっていうか <laughs> もちろん泊まりたいけどねお友達にそうおすすめのアニメとかそうすごいアニメに救われてホ <laughs> 本当にアニメに救われてて。 そう,そうそうそれでで「シュキャラ好き好き」って言われには見返してなくてもう大体お話覚えてたからなんか「まあいいかな」みたいな感じで見てなかったんだけどまた見直してて今。で前ねアニ,アニメディアのやつで相馬空海君っていうサッカーが上手な男の子が好きって言ったんですけどちょっとまた。 また見て見直して <laughs> 推しキャラ決めようっていう回を一人でしてる <laughs> ネットフリックフフ、ね、ネットフリックスで見てるなおかわりで D アニメストアーなんですようん新たなてなんかさ前はさ あーかわいい面白いみたいな感じで見てたけどスパイミに見始めたもう面白いよ本当にいやマジで一番くじなかったのショックって言ってるもちろん単押しいえか今のところ私好きなキャラいすぎて困ってるのだから全員好きなの <laughs> 全員いいキャラ他のアニメだとこの子って一人で一人しか決めないんですけど大体アニメで一個のアニメで 例えばスパイファミリーだったら「ああにゃ」とかけどそう45キャラに関しては箱推しなんですよキャラクターに DD とかないから DD <laughs> っていうのは人間だからけどもう45キャラも単押しにしようと思って <laughs> あの,あのでも今は空海君が一番好きって言ってたんですけどアニメキャラのでも 今は多分変わりそうみんなさ桃かがさ好きなキャラクターいっぱいいたらさ DD って言うけどさキャラクターはさ存在しないじゃん作られたものじゃけどさアイドルはさ一人一人がさ人だからさ <laughs> ちょっと意味合いが違うんだよそれは違うよ <laughs> 違うもんキャラクターは別にだって例えばさ例えばさあのさ例えば農家が最近あのー チーとかも好きになっていろんな好きな衣ちゃん以外に好きなキャラが増えてるけど衣ちゃんは悲しまない <laughs> 衣は衣は別に感情はないから悲しまないももがいくらどんな何個のキャラクターを好きでもけど私たちアイドルは悲しむ <laughs>。 悲しむ3人よきっと悲しむ違うよ <laughs> 人間だからアイドルたちはしょぼくれるでもキャラはしょぼくれない <laughs> だから DD とは言わない <laughs> でももう今回ちゃんとねあれなんですよ あのもう楽しするって楽し決めるんだから感情があるからそうはいってうまいこと違うよ本当のことだもんもちゃん二次元キャラ違うよそうキャラはポジティブ <laughs> 制作会社の人が楽しいなんで 悲しまないでしょ、だってそのやつも本当に大好きなんだもん<う> DD でもいいだけで DD では確かにでもでもみんなのをみんなの DD とはちょっと違うそこは譲らん <laughs> みんなとだって桃カがさこれを認めた認めてしまったらみんなあ自分たちも DD になってええんやって思うやろだから認めない <laughs> 私は別に別に DD が嫌とかじゃなくてキャラクター DD って言われるのが嫌なわけではなく3人までは楽しいショなの <laughs> <laughs> 5人まで人人多くない5人はもうダメでしょ2 <laughs> 人とかならまだしもさ5人はさ5人まで実質楽しい言ってないよも,もかちゃんの言葉じゃないそれは d g の気持ちわ分かりません分かっとるやろ <laughs> 分かっとるや 厳しいね <laughs> いやでもなんかさ全然さなんかなんてなんかあれだよねもともと複数の人が好きで桃のことも好きになってくれたらいつも言ってるけど嬉しいけど桃かのことだけを好きやった人が別の子もプラスで好きになっちゃうのが悲しいんだよねなんかそれが悲しいのよね <laughs> さやも申し許てニャンって言えばニャンって言えば可愛く聞こえるな,なんか <laughs> そう「楽しだよ」って言ってくれてた人が楽しじゃなかったら楽しじゃなくなった瞬間に「へっ? <laughs> <え>」へ <laughs> <え> <laughs> 最初から人この3人が好きとかだったらあんまり思わない。 <laughs> 何があったのって何があったのってかモ花,花がなん,かなんて言ったらその人に怒るんじゃなくてモカさんダメだとかなんか桃花じゃモカだけじゃなんかその人を幸せにできないんだなって思った思うなんて言っその、らね相手のファン,ファンの方を。 ーとか言うんじゃなくてあ農家だけじゃ満足させれなかったんだみたいな感情になるかなそうそうおな鳴ったそこから増えてないよって増えないでね <laughs> <laughs> 私の魅力だけじゃ無理やったんかうんなんかそう思うかななんか夜ご飯ま夜ご飯しっかり食べちゃった <laughs> しっかり食べたよかわいい <laughs> スイーツは別腹そんな感じだったのみんな <laughs> <laughs> みんなどんな感じだったのそんな感じなの本当に独占薬の神 <laughs> でも一人じゃないとダメやって最初から言ってるわけじゃないんだよ本当に本当にそういうつもりはない金 <laughs> なえたい使える時間とかがないかん <laughs>、まあ、大変だよねやっぱさあ好きなメンバーが多いほどさショールームとかもさめっちゃさみんなのなんか <laughs> 見ないと見ないとっていうかなんかやっぱでもお前できるだけ見ないと話とかがさ分かんなくなっちゃうよねう配信かぶったら配信かぶったら2窓どしてるみんなに <laughs> ま結構大変絶対大変だよねって思う普通にそう怒ってるとかじゃなくて怒ってるとかじゃなくてさなんかさ 普通に大変そううっって思っちゃう <laughs> なんか、うん、ファンの方も例えばさモモのファンの方もモモのことを大好きって本当に思ってくれてるのはもちろん分かるけど疲れてる日もあるでしょ絶対お仕事めっちゃ忙しかったよって時とかあの今日は体調が悪いとかあると思うよけど なんか見ないと話が分かんなくなるなとかあるのかなとか <laughs> 思う絶対その好きでもさそういう気分じゃない日とかさあると思うんですよいろいろそう全然そ,それを言う時は全然休んでほしいもまあそういう時はね それでもちゃんの始め元気もらえるおおよかったそれはよかったそこまで考えてくれ <laughs> なんかふと思うんだよねおしさ優先ええー、優しい <laughs> ショールームはもーちゃんしか見てないお嬉しい <laughs> あどっちでか見るのとかあそうだよね見てるとかよくショーだったのねありがとう <laughs> 日々の最優先本当につまんないよ私のお話だなんかお話上手とかでもないしそう 53分あっという間に姉妹の庭としてるんだ <laughs> ちょっとなんかあの性格違いすぎそうなんかあのノリテンションのノリ感が違いそう <laughs> そうみんちゃなのじゃん特別おうしい22時以降あそうだね私できないもんね22時以降やりたいけど早く雑談でよいよかったわ 日,な日常柄もーちゃんの目先気な話聞くと軽くないよかったえー、そうだったの信見て明日も頑張ろう嬉しいお手伝いできてそのもーちゃんが面白いと思う配信してるメンバーいるおるえっリコッチ <laughs> リコッチと 私もね結構配信の後もうすぐお風呂に入って寝たりしてるからあまりメンバーのね配信本当に見れてないんですけれどもピコチはあの「リコチャレ」みたいな今やってるじゃないですかそう腹筋めっちゃしてたりとかそういうのをいう企画してるの面白いなって思ったりするその18歳にならないと18歳高校卒業しないと。 さやの足は見な,いでな,んで <laughs> なんでなんでなんで覗きに行くことある普通になんか見てる時あ配信してるなと思ってみやちゃんの顔を見てかわいいってなる時かわいいってなってる <laughs> おもちゃんの味は一緒に感じるそれこそスパイファミリーできたあう嬉しいコメントしてないの恥ずかしいじゃん <laughs> じゃないよあの本当にやんちゃんの顔を見てあかわいいってな自分のファンの他の配信本当に見ないんですよ私本当に見ないですもう結構お風呂とか入ってるから本当に見ない信じてでもそのお顔を覗きに行くことあるメンバーの 監視とかじゃなくて本当にそのお顔を見てコメントは見ない <laughs> お顔を見る <laughs> そうパトロールしてないよ <laughs> してないのに現地でお話ここのれんえ自分のところが空いてたりした なななかなか会えないうん結構いる,いるかなお仕事が一緒じゃないかったら結構会えない時もあるかも読んでいくねホウマンさんタンポポありがとうオーレンジャーさんだるまありがとうラスカルさんタコありがとうピアノピーさんとありがとう DX さん結婚してありがとうオーレンジャーさんだるまありがとうファイナルさん星ありがとうモンカロイさんありがとう星 ピアノピーさんありがとうひなぴーさん風んありがとう,うあっという間だねそう13位のみゆさんありがとうもちゃの顔見えてよかったありがとうこちらこそ来てくれてありがとう12位のみゆちゃんありがとうお米早くもちゃ楽したいそれなー <laughs> 話そうね早く11位のこうすけさんありがとう 1>, 1位のふみあとまくふふさんありがとう9位のやまさんありがとう今日はもモもちゃんから元気もらえていくらするねありがとう休むね8位のピアノピさんありがとうモもーちゃんが一番よモもーちゃんにざいますありがとうずっと一番でいてね7位のホフマンさんありがとう6位の桃もかろ侍さんありがとう明日ドキドキそわそわうんドキドキ <laughs> でも頑張るぞ <laughs> 頑張って聞くよ、ももああ変わっちゃった。小さいのきびだんごひこにさん、ありがとう。11のこうすきさん、ありがとう。読めてない方もね。8のほふまんさん、ありがとう。6のやまさん、ありがとう。今日、ももちゃんから元気もらっていっくで休んでね。ありがとう。5位のぜーたんさん、ありがとう。好きになるのは桃ちゃんの件。嬉しい、しきしきゆうんとしさん、ありがとう。もうかに会いたくて夜しか眠れない。今日、副反ので1日寝てた。あらワクチン副反応。 お大事に、ね、絶対会おうねまた楽しみた最後のドラガンさんありがとうコツコツ真面目に頑張るもちゃんですかわいい嬉しい頑張るねありがとう2位 <laughs> のお疲れのところ恐縮ですがフォロワー1万人記念テロお願いしますそう1万人私明日ツイッター載せようと思って今日ちょっと時間なかったから手あげるとさあれなんだよね白くなっちゃう 福ちのゃんありがとうおもうちゃんの配信にいつも癒されてますありがとうこちらこそ癒されてますありがとうそう1万人来ました実は狙ってただいぶだいぶ狙ってた <laughs> 言ってなかったけど1万人ってやっぱ記念すべき数字っていうか明日乗せようかなって思ってるちょっとね文章考えたりして2万人も目指すよーそうメール演習ンンでも1万人だったねみたいな。 嬉しかったよ。二人とやった。あ、見た、見た。ありがとう。みんなね、そう写真を載せてくれてる方もいて。頑張るよ、もっと。ありがとう。おやすみ。 おや,おやすみ。